はい、おはようございます。塚原農園です、えー。毎日雨が降っております。今日もまた雨ですね。今ちょうど雨がやんだんですけれども、こちらが先日発をしたニンジンの畝、えー、になります。ちょっとまだチロチロとですね、まだ芽がちょっと出たばかりなので、分かりづらいと思いますが、こんな感じで見るとわかるですかね。6畳巻きにしました。 も生えてますけれどもこれがニンジンの芽です中央に写っている双葉がですね塩が2枚出てますねこれがニンジンですその周りはみんな雑草ですはい、こちら除草剤をですね、えー、使用せずに葉種のみして対応してますまあ、いつもでしたらね上に除草剤かけるんですけれども、えー、まあ、雨が降ると えー、薬害が出てしまう恐れがあったので、えー、今梅雨の時期ということであえて除草剤は使わずにやりましたまあ人畝なので、えー、草が生えてもですね畝、えー、立てする時に、えー、少しですね釜で、えー、やればすぐにできると思いますでこちらきゅうりですねハイキ,ュウリイキュウリです、えー、先日のですねベト病と活版、えー、ですね 出ましたがこちら薬剤で防除したので、えー、止まりましたね。進行してません。良かったです。でこちらがですね前回レタスを植えていた後にキャベツの <laughs> 余った苗をマルチの上ですね。定食をしていたものです。で、それ終わったのでえ耕しですねえ。すき込んでおきました。順調に。 えー、こちらはもう育ってますね。これはオクラですね、えー。モロヘイヤですね。はい、モロヘイヤのウネです。えー、こちらも生分解性マルチ、カエルウチ、三重結のですね。えー、幅横幅が135センチのマルチで中央にですね植えてます。まあ間隔は約25寸ぐらいで定食してますね。まあ3尺ぐらいあるかもしれません。で真ん中、えー、両サイドの穴はですね。 必要ありませんが、これ草生えてるますが、これ後で除草します、えー。そしてこちらがポップコーンですね。まんまるポップコーン。はい、定食してですね、大きくなってます。順調ですね。えー、こちらも開路地で135センチ横幅の三畳穴に定食してます。で、こちらがサツマイモですね。 はい、さつまいのさつまいも順調にですね葉っぱがだいぶ茂ってきましたね、えー、ベニハルカになります、えー、ねっとりとですね、えー、この辺では一番人気なんですね品種、ベニハルカです茨城はですね、だいたいベニハルカが主流になってきました、えー、そしてこちらが塩菜、空神菜になりますはい、こちらもウネが、マルチが見えないほどですね はいこのようになってきましたもう少し下ですねつる、えー、がこのように芯先がですね横にこのようにたくさん伸びてきますのでそこから出てくる立ち上がってくる側、えー、死をですね、えー、積んでいきますまだまだですね7月になってから収穫始めますでこちらが後口に巻いたオクラですね、はい、これも苗としてですね 最初のトンネル書きをした、えー、オクラがですねだめになってしまった場合の呼び名として丸、えー、オクラしまオクラですね丸ざタイプのものですねを定食してますでこちらがきゅうりのアーチパイプをですね、えー、使って定食をきゅうりネットを貼ってですね定食をしたあとこれもあっと口の、えー、インゲンつるありインゲンケンタッキー101ですね 鶴もだいぶ伸びてきて今1メートル2メートル1 8 0ンチぐらいですねまで芯先が伸びています葉っぱもですねこのように綺麗ですね病気にもかかってませんまだ防除はしてませんでこのような畝の、えー、ところにですね肩に、えー、最後にですね最初と終わりに、えー、今これは青じそですで奥の方にもですね えー、自宅で食べるように、えー、うどんのつゆのです、ね、薬味として青じそや、えー、あともえーえーえー、ごまですねえー、ごまの葉あれを、えー、定食してますこれも人間の背丈ぐらいまで大きくなります、はい、そして今日やる作業がですね、えー、こちらのグラウリ青グラウりですねあ白白歯蔵売りだったかなはい、えー、これがですね はい、アオハグラウリですね、えー、定食をしてですね今子づる親づるいっぱい出てきましたので、えー、これをきゅうりネットにですね上に這わせて、えー、タチキュウリみたいにしして栽培します地柱、えー、の方でもいいんですけれどもちょっと敷きわらがなくてですね敷きわをしないとどうしても下の家系の下がですね、えー、黄,黄色くなってきたり、えー、白くなったりですね2個が当たらないところ。 色が悪くなってしまいますのでこのきゅうりネットにですねはわせることによっていい家系がですね収穫できると思ってやってますちょっとこれ定食した後にですね大風があったので葉っぱ結構傷んでたんですけれどもまあ、これも復活しました、えー、こちらがつるありズッキーニですねえま、ー、っんですはいこれですねちょっと汚れちゃってますね、えー、5月の18日に えー、箸をしたんですねで今6月な中旬ですから約1ヶ月種をまいて1ヶ月すると、えー、このぐらいまで、えー、成長してきます、えー、こちらも自柱でも大丈夫なんですけれども、えー、これもですね、えー、ネットキュウリネットを使って、えー、吊るし栽培ですねの方でやっていきたいと思います、えー、こちらが前回ですねこれ病気じゃないんですけれども 定植してちょっと風で煽られてしまって傷んでる葉っぱです。はい、これも、えーたえー、今ですね。えー、上に吊り上げ、吊るしてから、えー、この傷んだ葉っぱを適用してそれで防除をしたいと思います。あ、もうちっちゃい実がなってますね。これ見えますかね？これです。あまり大きくしちゃうと普通のカボチャみたいに硬くなってしまいますので、これはですね、柔らかいうちに収穫をする。 前回ですね、広島県の、えー、三木市、ね、の方からですね、えー、とても立派なズッキーニと、えー、こちらのまっちゃんをいただきましたで、えー、韓国料理でも使われてですねまっちゃん韓国かぼちゃ、えー、これですね、えー、ちょっと名前忘れましたが輪切りにして、えー、小麦粉ですねまぶして、えー、卵溶き卵とやってですね え前回の動画で料理しましたねあれをこれをうちでもですね栽培をしたいと思います去年もやったんですけど去年はですねちょっと忙しくて植えたのはいいけれども手がつけられず放置状態で大きくて硬くなってしまったので、えー、今回はですね今年はきちんとこのネットでですね栽培をしてで、えー、収,収穫してですね出荷したいと思います はい。それではですね、まずこちらのアオハググラウリの、えー、誘引作業ですね、えー、したいと思います、えー。こちらが株元になります。こっち、えー、ここはですね、ちょうどここに苗を作ったのを定食したところです。はい、こんな感じですね。で、ここ太いのがわかりますかこれぐる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 っと。一番太い鶴。これですね、これが親るです。 で、えー、今回もですね、えー、これを4本仕立て栽培としてやりますので、えー、子供のつるを4本残してで親の方をですね摘心してあげます親づるは、えー、これは途中で止めちゃいますでこの子づるがですね上に、えー、止められる,ぐ,るぐらいのですね高さまで成長したら この親をですね止めてでその中からいいものだけを4本選んでこちらにテープなを使ってですねこれで上にネットに固定していきますでこれ紐でですね普通に結ぶだけでも大丈夫ですじゃあちょっとやってみますじゃあまずですねこの親の太いつるこれ見えますかねはい。 これこのままこのようにしてやってしまうとこれ親一気にぐっといってですねえ子供のツルが大きくなりませんのでえこの子供のツルですね最初釣り上げたばかりはちょっとですね格好悪いんですけれどもだいたいちょっとまだちっちゃかったかなまあこんな感じでね、ガシャンと止めていきますこれ1本目の子供のつるですね 大体いろいろこの節はですねどの辺りの何,何節目とかですね決めずに大体つある程度伸ばして強く出てる子供のつるをですねやって頂ければいいと思いますじゃこれを2つ目ですねはいこれ子供のつる2本ですねあと2本大きなやつですねじゃあこれにしましょうこれですね これを止めます。はい。あと一本ですね。あと一本こっちがいいかな。はい、じゃここでここですね。はい。これで、えー、とりあえずここですね。見ていただくと、えー、ここで一本の新先一本。子供の数ですね。一二三。でここで四つですね。 これで4本仕立て。えー、こ,のこれが子供のる、はわせて。で、そこからですね、節々に、えー、実がなるわけです。で、それを収穫すると、そこからまた、きゅうりと同じように、孫鶴が出ますので、えー、どん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 収穫がですね、小鶴だけじゃなくて孫鶴でも収穫できます。で、ここで釣りました。で、他、下見てください。えー、これ、先ほどですね、強く出ていた これ、親鶴ですね。もう不要です。えー、上に張っていたところですね。上に張わせたものを傷めないようにですね。ハサミで、あとはすべて、えー、子供の鶴も、親の鶴もですね。このように積んじゃいます。で、えー、ここで一つポイントなんですけれども、えー、この親の鶴を積んだ時ですね、えー、4本に残すんですけれども、えー、一度に、 えー、余った子供のつる一気に切ってしまうと木がストレスがかかって、えー、伸びるのがですね弱くなってしまいますので1回目は2本だけにしてくださいでまた1日空けて翌日にですね残りのものを描くようにしてくださいここで一気に全部描いてしまうとこれがですね伸びるのが遅くなってしまいますで今日は2本親と子供のつる2本除去しましたので まだ下に残っている除去するべき小鶴があるんですけれども今日はやりませんじゃあもう1本やってみましょうちょっとここはちっちゃいかなはいじゃあですねこれですねまず1本目これですねこれかな1本目でこれ2本目ですね 後ろからですねちょっとまだちっちゃかったですねはいこれ3個目ですねで最後4つ目4本目ですねこれがいいかなはいこれで4つですね終わりました 1>, 1、2、3、4つですね。で、あとは、えー、今日は2つ摘心、えー、しますので、まず親のるを1個、これで止めました。で、子供ののつる、もう1個、余計なのを取ります。で、まだ余計なつるがですね、えー、1本、1本ですね、残ってますが、これで終わりにしておきます。これはまた明日ですね。こんな感じで、えー です、ね、まあきゅうりもそうなんですけどもまあきゅうりの場合は初めにですね小さいうちにやるのがいいんですけれどもこのようにきゅうりネットにやる場合ですねある程度大きくしないと上に這わせることができないのでこういった場合は一度にやらずに一日最高でも2本摘心にしといてくださいじゃあこれで青グリは終わりですねじゃあ次こちらですね ワークすごいですね、えー、これはツルアリズッキーニ抹茶んですねはいこれすごいです花が咲いてますねはい。えー、ここが植えた株元です、えー、株元から節でだいたいですね20センチまあ、1,2,3,4,5 5節目ぐらいでこのように実が出ているものですねこれも若いので近くなると切っちゃいますこれはこれで美味しいです このの花付きのままですす。ね、フリッターにししてる食べると美味しいですで、この花の中に、えー、ホタテをですねペースト状に、えー、ミンチにしていただいてペースト状にしたものをこの中に詰めてで、えー、それで蒸してからですねフリッターにするととても美味しいですはい、これイタリア料理でですね韓国のかぼちゃなんですけれどもイタリア料理でも喜ばれるこれ高級ですけれどもこれは今日は、えー、使いません でその前にですねちょっと傷んだ葉っぱを適用しますこれですね傷んだ葉っぱはこの軸の方で切っちゃいますこれ葉っぱもですね2、3枚ぐらいにしておいてください一気にやってしまうと負担がかかってしまいますツルと同じですねはい。でこれをも、えー、今回はですね親る1本で育てると収穫量が減ってしまいますので、えー、これをですね、えー、とりあえず3本仕立てにしましょう いろいろな方法でやってみます。とりあえず今はですね、3本仕立てということで、かなりつるがもう茂ってますね。ちょっともうちょっと早くやればよかったですね。で、これあまりですね、えー、強くやると、無理やりやるとですね、折れてしまいますので、大きく成長させると、このようにひげ根がですね、ここ出てますね、絡んでます。これがあるとですね、追っかけてしまいますので、 これはですねここでハサミでこのように切ると、えー、移動が楽になりますで、えー、じゃあ残したいものですね3本決めましょうまずこれ1本目1本目ですね1本目ここですねはいそしてえー すごいですねこれはこれは相当上痛みがなかったんですけどその後のこの移動で痛みがちょっとありそうですねはいじゃあ2本目いきますこれにしましょうすごくつるがいいですね普通のかぼちゃと違ってこのちょっと葉っぱがつるつるしてていいですねはいこれ3本目ですね じゃこちらから出しますこの辺にしましょう、ね、今ですねこのように横に向いてますが時間が経てばですね上に釣る綺麗にいきます でえー、親を先にちょっと親が相当伸びてますので親を摘心します親をここでですね止めちゃいますはい親が相当大きいですねはいこんなに伸びてました見てくださいこれがですねええー、まっちゃんの親鶴るですこの ここで今切ったんですけれどもここの手前がですね子どものつるが出てましたでもう一本ですね、えー、もう一本太いものあこれがいいですね、はい、これにしましょうちょっと折れそうですね怖いですね いですねはい、ここでい、えー、子供、えー、小鶴3本仕立てまっちゃんですね1本目2本目で、えー、3本目ですねこれが、えー、韓国かぼちゃまっちゃんの3本仕立て栽培になりますで、えー、先ほどと同じようにですね、えー、摘心は1日2回ですね親鶴でまず1個摘みましたのでもう1個余計な、えー、小鶴をですね、摘みます これが余計でしたね。あれあ、これは残すはずの。<laughs> 残すはずのを切っちゃいましたね。あれ、間違えました。失敗です。これ注意してくださいね。釣り上げたのはいいけれども、こういうの辿って。残すはずのつるをこれです。今切っちゃいましたね。あ、良かったです。もう1本ありましたね。これじゃあこれを3本目にします。 あちょうどですね、今お、光りましたね、雷ですね。また今日も越谷方面、すごい雲ですね、東京の八王子も、ま、方面も真っ暗ですね、とりあえずこれで子供のつる1、2、ちょっとちっちゃいんですけど、3本仕立て完成です。で、えー、親のつるで1本、えー、今、子供のつるで1本、2本で、えー、今日はやめておきますが、 もう他にツルがないのででこれ大丈夫ですねただ株元についている実ですねちょっとこれつるの勢い切ったばかりちょっと勢いがなくなりますので今咲いている株元から節からですね約2 0センチ以内についている実は落としちゃってくださいうわっ雷ですねすごいですまた参りましたじゃあ今日はですねちょっとこれでは上がります、えー、かなり大雨が来そうですね これ子どもの、えー、家庭菜園でやられている方ですね、えー、このように摘,、えー、摘んだですね、実、ちっちゃい実、これ捨てずに食べると美味しいです、えー、片栗粉や小麦粉溶いたやつですねまぶ、えー、してフリッターなどで食べてみてくださいとても美味しいですでこのつるのです、ね、軸まだこのうちでしたらこの軸のあたりもです、ね、食べられますここののぐらいでこのまま。 えー、天ぷらにしてみてくださいはい雨がすごいですねじゃあちょっとまだ全然終わって <laughs> とりあえず1本しかできませんでしたが、えー、こんな感じで、えー、韓国かぼちゃ抹茶のですね、えー、3本仕立てということで、えー、あとこちらアオハグラウリですねの4本仕立て栽培ということでご紹介になりました ちょっとすごい降ってきましたね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。